こんにちは、キシリと申します。今回は AI を参考にした絵の描き方をご紹介したいと思います。参考と言っているのでですね、ご自身が描く絵に対して AI の介入というものは一切ありません。 AI に関心があるんだけどもどう使っていいのかよくわからないとかですね、 AI を使ってみたいんだけども自分の絵にですね AI のタッチを直接混ぜたくないよっていうような人は、今回ご紹介するやり方を試していただければなと思っております。作業工程としてはこんな感じになっております。あ、それとですね、言い忘れてたんですけども、私はノベル AI というお絵描き AI を利用しております。それでは行ってみましょう。モチーフの作成。ご自身である程度イメージができている方はですね、この工程をすっ飛ばしていただいて OK です。まず AI に描かせたい大まかなイメージを入力します。今回はですね、うちの看板娘を描いてほしいので、その特徴をですね入力します。三つ編みとかですね、白髪とか、青い目とかですね、あとはバストアップにするとか、服装はジャケットにするとかですね、指定しております。それとややデフォルメさせた絵が欲しいので、チビって入れてますね。こだわりがある人はここのテキスト入力にいろいろ試してみると楽しいと思います。はい、でテキストの入力が終わったら次はガチャをします。ガチャというのはですね、自分のイメージに合う絵が作られるまで何度か試行することでして、毎回同じ絵が出るわけではないので、ここはですね、ご自身のお財布と相談しながら自分の納得のいくまでガチャガチャします。で、良さそうな絵ができましたら何枚かピックアップして、この工程は完了です。今回はですね、この3枚を選びました。ラフの作成。先ほど選んだ画像を参考にしてラフを描きます。今回はこの薄水色のジャージっぽい上着がいいなっていうふうに思ったんで、そのデザインを参考にしてラフを描きます。まあラフなんで、服装とか髪型とか構図なんかを参考にして、線を引いていきます。ある程度形を整えたらざっくりと色を塗ります。ここでも AI の色味を参考にして塗っていきます。髪の毛の色はちょっと白くしすぎるとですね、背景の白に混ざって輪郭が分かりにくくなりそうだったんで、ちょっと濃いめの色でね塗ってます。だいたいラフができたので、この工程は完成とします。添削1。ラフが完成したので、このラフをですね添削してもらいましょう。で、誰に添削してもらうのかというと、 AI にしてもらいます。今回の講座の肝はここでして、今作ったラフを AI に読み込ませて、AI に再度出力をしてもらいます。やり方としては、このアップロードイメージというところを押して、今作ったラフを読み込ませます。あとこの辺の設定をまあちょっといじるんですけども、呪文のところは最初にラフを作った時に入れている人はまあそのまんまでもいいですし、こだわりがある人はもっとねいろいろ入力するのもいいかもしれません。よくわからない場合はですね、その描きたい絵の特徴をまあいくつか入れといてあげればいいかなと思っております。で、他の項目はあんまり触らなくていいかなと思っていて、ノイズとかも全然触らなくてもいいですし、サンプリングとかもデフォルトのまんまでいいと思います。で、一つだけ触る項目がありまして、ストレングスという数値をいじるんですけども、このストレングスとは何かと言いますと、これはどの程度 AI の補正をかけるかという数値でして、0から1まであるんですけども、1に近づくほど補正が強くなります。まあ、呪文のね効果が強くなるということです。補正が強いということは、ご自身の絵柄から離れた絵ができるということですね。ということで、この数値をいじって3パターンぐらいの絵を作ってもらいます。1つ目はこのストレングスの値が 0.3 ぐらいで作ります。これは AI の補正が緩い絵ができます。2つ目は 0.8 ぐらいで作ります。
これは AI の補正が強いパターンの絵になります。3つ目は 0.5 でその中間のパターンですねを作ります。で、出力されたこの3枚の絵がですね、添削された絵だと思ってください。補正が緩い絵は優しい先生、補正がきつい絵は厳しい先生、補正が中間の絵は普通の先生と先生の定義をして、3枚の画像が準備できたら次の工程に進みます。下書き、形と色を整える工程です。今回はバストアップなんで線はあんまり整えてないんですけども、まあ、線画が引ける程度、ペン入れする際に迷わない程度に修正をしておきます。また色味も参考にしながらですね、ベースの色の調整とか大まかな陰影を入れていきます。参考と言っているんですが、参考の度合いとしてはこんな感じでして、厳しい先生を8割ぐらい、優しい先生と普通の先生は1割ぐらい。この段階ではですね、厳しい先生をめちゃくちゃ参考にしています。厳しい先生はですね、補正が強い、まあ、整った絵とか見栄えのいい絵にしてきます。なので人体の大きい形の崩れとか結構修正してくれます。まあ、手とかはね散々言われてますが、手は苦手なんですけども、あとはですね、色味とか陰影に関しても絵が目立つ配色とかに寄せてくれるので、その辺はね参考にします。逆に優しい先生はですね、形もそう変わらないし色味もねほとんど変わらないので、この段階での参考度合いとしては、まあ、結構低めでいいのかなと。はい、で見てわかる通りですね、厳しい先生の絵を参考にして髪の毛の色をですねがっつり変えてますね。ということで下書き完成です。ペン入れ、私はですね最近線画をほとんど描いていないんですけども、一般的なこの絵の描き方をしている人っていうのはこのペン入れをする人が多いと思うんで、今回はねペン入れをしております。でこの工程はですね、実は特に説明することもなくてですね、ご自身が納得いくレベルまで線を引いてもらえればいいかなと思っております。塗り位置、先ほど下書きで描いた色をスポイトしながらベースになる色を置いていってます。でまあね、塗れる箇所はもう全部塗っちゃっていいと思います。で今動画で見せてる絵はですね、レイヤー分けを全然してないんですけども、肌の色とか髪の毛の色とか、まあ、影色とかですね、管理上気になる人はですねパーツを分けながら塗っていくといいんじゃないかなと。はい、ここもですね特に説明することなくって、下書きの段階で塗っておいた色を、まあ、綺麗に塗り直すという感じですかね。添削2、ある程度塗れたらまた AI に添削をしてもらいます。先ほどと同じように3枚の絵を生成します。厳しい先生と普通の先生、優しい先生に添削をしてもらいます。一応補足なんですけども、それぞれの先生も毎回同じ絵ができるわけではないのでですね、最初に話したガチャをしながら、まあ、好みに合う添削結果が出るまでですねガチャガチャしてます。で出来上がった絵がこちらとなります。塗り2、添削された絵をもとに足りないところを塗っていきます。この工程での参考の比率としてはどの絵も結構平均的に見てます。優しい先生の絵は自分の絵柄に沿った添削をしてくれるので、自分の絵をどう修正すればいいのかっていうのがですねイメージしやすいです。でどんどんね絵を描き進めていってます。服の柄なんかはですね厳しい先生から撮ったり、ハイライトはですね普通の先生を参考にしながら描いてますね。まあハイライトに関してはもっとね前の段階で入れてもいいのかもしれないんですけども、まあ、今回はここでね入れております。で大体塗れたらこの工程は完了となります。添削3、
はい、また AI に添削してもらってます。塗りもだいたい終わっているんで、もうここまで来るとですね、最終確認みたいなものですね。先ほどと同じようにまた3枚の絵を生成してます。で、できた絵がこちらとなります。調整、ここはですね、もう最後の工程ですね。色トレスをして、まあ、線画に色を塗ることなんですけども、色トレスをして、あと全体的に足りないなと感じる箇所を調整していってます。髪の毛を足したり、目をキラキラさせたりとかですかね、させてます。で、ここでの参考割合は、優しい先生は4割ぐらい、普通の先生は4割ぐらい、厳しい先生は2割ぐらいかな。もうね、完成間近ということもあってですね、優しい先生の参考割合が高くなってます。厳しい先生の添削はですね、もう全然別の絵柄なんで、この段階ではね、もうあんまり参考にはならないかなと。ということで、そんなこんなで、はい、完成となります。いかがでしょうか。はい、まとめです。 AI を参考にする書き方ですが、分かりやすくね、一言で言ってしまうと AI 添削法みたいなものかなと思っています。絵を描いていて困ったら、とりあえず AI に意見を聞くというやり方です。自分の絵をベースに補正してくれるので、どういった修正をしていけばいいのかというのをイメージしながら絵を描けるのは非常にありがたいと感じてますし、またですね、補正レベルっていうのもこの数値をいじれるため、過度にね、偏った絵にならないというのも、まあ便利だなというふうに思ってます。今回は分かりやすくバストアップの絵にしたんですけども、もうちょっと複雑な絵も実験をね、兼ねてチャレンジしてみたいなというふうに思っております。あと最後になんですが、人が絵を描く際にどこまで AI を使ってもいいのかっていう議論は、まあ賛否あるかと思うんですよね。でも今回ご紹介したケースというのは、資料が強化されたという感覚に近いので、まあ、AI を使ったと明言しなくてもいいと、まあ、個人的には思ってますし、この手法を使ったところで、まあ、多くの絵描きさんは今まで通りの描き方から何ら変わることはないと思ってます。なので、まあ、導入はしやすいかなと思いますので、気になる方はですね、試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、フォローしていただけると大変嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。おしまいです。